西部六65オリックス25日ベルーナドームシンガーソングライターでモデルのチャイさんが25日の西部オリックスベルーナドームで始球式に登場したボールは一塁側にそれてしまったがスタンドからは拍手喝采ファンはなんてかわいい人なんだろうチャイしか勝たん勝利の女神などと声を上げているチャイさんは背番号17 の西武ユニフォームを着用してマウンドへ。豪快なフォームから投じられた一球は一塁側に大きくそれた。その瞬間、身をかがめて照れた表情に、礼をして笑顔でマウンドを下がると、スタンドのファンからは拍手が沸き起こった。試合は西武が逆転勝ちし連敗を8でストップさせた。ファンは、これはなかなかの冒頭っぷりだったんだね。わら、二刀流以上のチャイちゃんの背番号17。 さすがです、可愛いからしゃーないは、ユニをインしてなんでウエストがこんなに細いんですか。とコメントが寄せられた、朝霞球も練習したのですが、とても緊張してしまい、変な方向に投げてしまいました。山なりにまっすぐ、力まず投げるように、と直前までアドバイスをいただいていたのですが、マウンドに立った瞬間に緊張で全部忘れちゃいました、わら。でも ファンの皆様が温かく見守ってくださり、とても嬉しかったですとコメントしたチャイさん。大冒頭、もファンのハートをしっかり掴んだ。